公益財団法人群馬公共楽団は群馬県にある常設のオーケストラである日本の地方還元楽団の草分け的存在で高崎市を本拠地として活動する群郷の愛称で多くのクラシック音楽愛好家に親しまれている日本オーケストラ連盟生会員1945年高崎市民オーケストラとして創設した翌1946年に群馬 フィルハーモニー・オーケストラと、会唱、1947年に、プロ化した後、1949年に、財団法人が設立され、1963年に、現在の名称に改められた。1955年、群馬公共楽団をモデルに制作された映画、ここに泉有が公開されて、全国的に注目を集め、翌年には、文部省により、群馬県が、 全国初の音楽モデル圏に指定された。さらに1961年、高崎市民の全面的な支援を受けて同時に、群馬音楽センターが建設され、これを拠点としてさらに幅広い活動が展開された。また、1947年5月に始めた移動音楽教室では、2018年度までに、延べ638万人以上の児童、生徒が鑑賞しているのをはじめ、 県内各地での演奏活動の展開により、群馬県の文化の象徴として県民から幅広く支持されている。1963年、楽団の運営をめぐり一部の理事と楽団員たちの間に圧力が生じ、7月13日には、楽団員32名のうち21名が退職届を提出する事態に発展した。これに対して会長は、去る者は追わないとして、 提出された退職届をそのまま受理するなどした。1968年に群馬県の依頼で制作された群馬県の歌を演奏し、現在でも群馬テレビの毎日放送開始時と放送終了時に放送されている。1994年にはプラハの春国際音楽祭ウィーン芸術週間から同時に招待を受け、音楽監督高崎謙式のもと4カ国をめぐる 海外公演を実現した。翌1995年の創立50周年には、東京及び、群馬県内各地で、ベートーベン公共局連続演奏会を行ったほか、50周年、記念移植作品、オーケストラのための演奏にを、東京、群馬で初演し、高い評価を得た。2001年からは、日本の音楽界を牽引している楽団として、文化庁の、 芸術創造推進事業支援団体に指定されている。2003年には5月に定期演奏会が400回を数えるとともに、同年10月の NHK テレビ番組、プロジェクト X、挑戦者たちで団の創造期が紹介され、改めて全国的に注目された。群馬県を舞台として2005年に放送された NHK 連続テレビ小説、ファイトでは、 テーマ曲を演奏している。最近では、定期演奏会、移動音楽教室など地域に根ざした活動や、レコーディング、文化庁の本物の舞台芸術体験事業を、はじめとして、全国各地での演奏活動も、積極的に行っている。創立70周年にあたる2015から2016年度の、定期演奏会での挿入乗車数は13,200人を超え、 過去最多記録を更新した。創立70周年の最後を飾る第516回定期演奏会では、ドビュッシーの牧師の午後への前奏曲と、群馬公共楽団初演となるメシアンの大作、トゥーランガリラ公共曲を演奏、満員の聴衆を魅了し、大きな拍手を得た。2019年10月から定期演奏会の拠点を、 群馬音楽センターから2019年9月20日に、開館した高崎芸術劇場へと移す。2020年に創立75周年を迎える。節目を飾る記念事業として、群京と群馬県は、当初、二度目の海外公演を計画していたが、新型コロナウイルスの世界的な流行が始まり、断念せざるを得なくなった。コロナ禍で、 中止となったベトナム公演の代替公演として、12月5日、ミュージックアドバイザー小林健一郎式のもと、高崎芸術劇場で現地に向けて演奏会の模様を、軍教史上、初、地元の群馬テレビで生中継し、オンライン上で世界に向けてライブ配信した。また当日、演奏会の中では、ベトナム国立公共楽団のアンサンブル演奏も、 現地からリモート配信で出演した。劇場の客席にはコロナ対応に尽力されている医療従事者や介護従事者、本来であれば海外公演を行う予定だったベトナムの出身で県内在住、在勤の方々を招待した。ありがとうございます。